こんにちは今日はお金のチェック先日 Facebook にあげた記事を読んでいきますあなたは今どんなエネルギーでお金が回っているのかというチェックをしましょうどんなエネルギーかというのは3種類ありますまずお金が足りなくて毎月借金をしないとならない負のエネルギーお金は足りないが借金をせずに何とか回っているゼロエネルギー お金は余っていないが必要に応じて入ってくる性エネルギーこの他にお金が余っている人たちがいますがこの人たちは将来使う予定がある人たちなので性エネルギーとなりますではこの3つのどれかを選択してくださいはいまず自分がお金が足りなくて借金までしながら生活してますよという方か まあお金は赤字になったり、まあトントンだったりを繰り返しながら、まあ借金を、あの、貯蓄をいくらか食いつぶしながらでも、あの、生活できてますよっていう方か、えー、または、あの、たくさん余ってますよっていうのはちょっと置いといて、<laughs> まあ必要に応じては入ってはくるので、なんとか、なんとかやっていけますよ。この3種類の方、今回話していきます。はい。で、まずこの、 3つのどれかを選択してください。問題なのは負のエネルギーでお金が回っている人です。ゼロエネルギーや性エネルギーの人は心の時代のエネルギーにシフトしつつあるので大丈夫です。負のエネルギーで動いている方は苦しみから学ぶものの時代のお金のエネルギーが抜けていません。この人たちは苦しむことが目的なので 何をしても失敗する可能性があります。思い当たりませんかこの負のエネルギーで回っている方は、以下のことを洗い出してください。入るお金、出るお金。この二つを早急に仕分けしましょう。まとめ。まず、すべての入出金を可視化する。自分の意図せず出ていくお金が必ずしもあるので、それを探し出そう。 で、これが、あの、第1話、目でした。2話目、まあ、続編ですね。負のエネルギーで回るお金の特徴。これ、聞きたいですよね。なんでお金足んないんだよって話ですね。はい。負のエネルギーで回るお金は、あなたを苦しめることが目的です。もちろん、苦しめて学ばせることが最終目的ですが、苦しみから学べるものは数多くありません。 徐々に思考を変えて、楽しさから学ぶことが体質というね、体質に変えていきましょう。えここ解説しますえ。苦しみから学べるものは多くありません。苦しいからこそ、えー、自分の生活を変えて、えー、より豊かにしようという発想になれれば、まあまあいいんですが、大体いい苦しい人は、 苦しみから学べていませんもうそもそもあの宇宙のえっ、ー、とプログラムが変わってシステム変更されているにもかかわらず苦しいことから学ぶというエネルギーだけが残っているという状態なので正直言ってもの物を生み出すという思考にはなれないはずですこの人たちは。だからまず苦しみから学ぶという負のエネルギーをだ 逆すすするこことが一番なんででれ後ままた展開します続きでは前回入出金を全て可視化しようとお話ししましたできましたかまだでしたら1ヶ月分だけやってみましょう次にこの出ていくお金の理由を書きましょう生きるために必要心のために必要学びのために必要欲のために必要 というように必要な理由を書きましょう。なるべく詳細に書くといいです。この、この場合、その家族のために必要とか言うのではなく、家族の何々のために必要という、そうですね、生きることうん、自分を豊かにすること、自分目線で自分にとってこういう価値があるから必要ということを書いてください。 この書くという動作は自分を客観的に見直すことに目的があります。つまり自分の行動を友達が見るという設定で考えてください。書かれた内容を自分が見る立場ね。要は、えー、っと、お金を使ってるのは自分なんだけど書いた文章を見るのは友人として第三者として これを見たらどう思うのかということですよね。このお金は自分にとって必要ではなく、もしそれがあなたの友人がこんな風にお金使ってるんだけどさ、どうかなって持ってきたらあなたはそれに対してどう感じるのかという意味です。はい。次。書き出された内容を第三者から見たらいらないもの、必要なもの、えー、必要か不要かわからないものに分けられます。 見えないものはすべて必要なものに感じますが、目で見て判断すると、これいらない、これいらないといらないものが多く見えるものです。すると、頭の中がはっきりして、今自分がすべきことが見えてきます。家賃の見直しや仕事の見直し、友人関係、欲しいものや不要なものが明らかになります。この方法で、 自分の生活を断捨離しましょう。すると、少しずつゼロエネルギーに変わります。リボや借金は専門家に相談しましょう。まとめ、負のエネルギーからゼロエネルギーへ移行するのは思考を断捨離することで可能である。はい、今回この記事を、えー、アップしました、まあ。珍しくは長く書いたんですが。 これ内容わかりますかね少しずつ説明しながら来ました。で、今回、負のエネルギー、性のエネルギーという言葉を使ったのは、これ、王のエネルギー、そのエネルギーとか、物の時代のエネルギーとか、心の時代のエネルギーとか、風の時代のエネルギーとか、地の時代のエネルギーとか、まあ、いろいろな表現を使っても、ストンと心の中に落ちないと思ったので、えー 負債の風ですよ、ね、要はね自分が負わなきゃいけない現状であの楽に暮らせないエネルギーという意味の負のエネルギーそれに対して正エネルギーもう正しく本来自分が受け取ることのできるエネルギーこれですよね。ゼロエネルギーというのはエネルギーがゼロということではなく負も性も 今の負があって正があって負があって正があっては足りないことがあって少し足りることがあって足りないことがあって足りることがあってなんとかまあ貯めてきたお金も出さなきゃいけない時もあるけれどなんとかなんとかやっていけるよっていう状態がゼロエネルギーです。でゼロエネルギーの人はいいの悪いのっていう話ではなく 全員が正のエネルギーに移動しなければなりません。あの、必要なものはお金は必ず入ってくる。これをやろうと思うね。前に入ってくる。それが必要であればね。この状態に全員が立たないといけないんですね。例えば、今現在、正直言って、年収400万ぐらい平均で、300から400万ぐらいの世帯年収で、 大学に行くのは無理じゃないですか学生さん。で奨学金で行かれる方が半分いるって聞きました。で返済なしの奨学金であのやってる方は何の問題もないんですけど返さなきゃいけないね奨学金。で大学に行ってこれを返せるだけの収入が正直あるのかというと1人暮らしをして果たしてできるのか。 えー、奨学金が負担になって恋愛もできないっていう話をよく聞きます。これって正常なんじゃないんですよ。ねじれてるんですね。本来、えっと、奨学金をただで返済なしでもらうというのが性エネルギー。で、えー、借りてまで大学に行くっていうのは負のエネルギーに属します。 ただ、えっと、ご両親がまたはねご親族さんがお金があってこれらを賄えるだけの財力があるという方は負のエネルギーではなく、えっと、性エネルギーになりますよね。でそもそも私立って高いじゃないですか大学私も私立の大学出てるんで分かるんですけどこれを今の年収の親御さんが全部出す。 出せるか出せないですよねだから昔は逆にあの支払えないからいけない大学行かなかった人多かったんですよねあ今は大学行ってた方が有利だからということで皆さん入学するわけですけど実際今後本当にあの学歴関係あるのかっていうと徐々に正社員が減っていって、えー、外注することが多く なっちゃうんで早く働いてその職に没頭してプロを極めてった人の方が年収は高くなってしまいます。借金がなないい分も高くなってしまいます、えー、というのは大学のごめんなさいお金の話ちょっとね、えー、例で話してます。専門家っていうのが本当に専門なのかっていうところを分かってほしいんですね。 自分がやろうとしていることの専門性っていうのと、大学で教えてくれる研究対象としての専門性っていうのは違うんですよ。だから、早くこのことに気づいた人は正直、大学に行くのはいかがなものか、借金を背負ってまで行くのはいかがなのものかということを提案してるだけです。で、事実、うんと自分が性エネルギーに入ると、 本来自分がすべきものって全部揃ってくるんですよ。あの、パソコンにしてまパソコンで仕事する人はパソコンであるとか、あの、ソフトであるとか、何でもこう、ただでもらえてしまうんですね。またはすごく安く手に入るんです。これ無理して高いものを買おうとするのは少しの欲です。安いものを自分なりに、えっ、ー、と、 工夫をして使えるようにというのが、えこれからの性エネルギーのあり方です。ちょっと後半ね、分かりづらくなってしまったんですが、あはい。あの、負のエネルギーでリボンやなんかで、ね、大量の借金抱えてどうにもならない人はどうすればいいのっていうのが聞こえてきたんですけど、この負の場、負のエネルギーを断つ方法としていくつかあります。ひたすら寝る。引きこもる。 えっと今ある財産の全部を処分する例えばこういう方いますねえー、っと家を買ってローンがすごくてでそのほかにリボンも作ってしまったとでこれで返済でもう首が回らないっていうケースがあった場合も家を売りましょう,う家を売って借金を極力少なくするあと今後リボンもあまりにもあれちょっとおかしな制度であの利息がものすごく高いんですよね 払えば払うほどどん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 利息が増えていくので制度自体ちょっと変わっていくと思いますでもう実際にその利息を払わなくていいリボの利息を払わなくていいっていうこともどん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 表に出てきてるのでまあブラックになって負債を生産してくださいとはっきり言えるものではないんですがこういう傾向の人も増えていきます だから逆に貸す側があのリボにして貸すと自分たちが損するぞっていう状態になった時にこんな高い金利で貸しちゃダメなんだなってことにやっと気づくんだと思うんですよね。だからもう少し社会が進むと変わってきます。あと1年2年。まあ2023年に宇宙レベルプラス1に変わるというのでえ来年の夏以降また大きく変化は出てくると思いますよ。 はい。今日はここまで。またねー。